おい、嘘つくし。サム、どこ行った？起こせや。起こしたし、日直やから先行く言うたやん。かっこええな。生で見るとますますかっこええ。お前、試合になると精神年齢5歳下がんのなんなん。でやかましいわ。サボんなよサム。サボってへんし。嘘つけ。とりあえず踊りに入りますみたいな張り方しようってバレバレや。うっさいわ。全部全力で飛んどったら最後まで持たんわ。打ったら決まるんやから決まれや。それともあのちっこいブロック怖いんか。怖いわけあるかい。サボんなサボんなサボんな。分かっとる。おさむ、2セット目のとどめ刺したれ。あと今日のサービスエース俺の圧勝やぞ。やかましいわ。やば、ホームラン勝負とちゃうぞ。お前もたまにやるやろが。お前がいらんこと言うからや。あた、強いやつからサービスエース取ったら気持ちええやんか。出たよ。ま、何？アツムは時々びっくりするくらい考えなしだよねっつう話。はぁ、なんやねん失礼な。あかーん。勝負。うっさいわ。なんやねん。同情すんで飛びよくん。えらいおっかない相棒持ってもうたな。それの何が変な。どいつもこいつも、もっと他人をおもんばかれ。あ、おもろないで。人出なしが何も。ボケたわけやないわ。負け犬の遠吠えか。ああ、俺は負けたわけちゃうぞ。何言うとんねん。高校のナイスキー。びっくりするやろかい。